西鉄柳川駅は、福岡県柳川市三橋町下百町にある、西日本鉄道天神大牟田線の駅。全列車停車駅である。駅番号は、T39。福岡方面への通勤通学利用が多くを占める、駅である。ラッシュ時には当駅始発の列車が多数あり、駅前ロータリーへの送迎の車で大変混雑する。当駅は、 市内のみならず鉄道のない大川市や JR 沿線の世田高方面など広域的な玄関口となっている。駅舎は2階建て鉄骨造りの京城駅である。島式ホーム2名4線を有する。利用者の多い上りホームはホームの端まで乗客の列ができることもある。ホーム上に駅員が終日配置されている。駅に隣接して山川乗務所があり、 当駅で運転し、車掌が乗務交代することが多い。自動改札機5機、自動券売機5機、自動生産機1機がある。2020年度の一日平均乗降人員は8321人で、西鉄の駅としては第15位である。なお、当駅の乗降人員は、西鉄久留米大牟田間の途中駅の中で最も多く、2019年度までは、 唯一一万人を超えていた。以前は柳川と名乗っていながら、山都郡三橋町内であったが、2005年3月21日に、三橋町と柳川市が合併したため、名実ともに柳川市内の駅となった。三橋町であった頃から、商業施設やビルマンションが立ち並び、駅周辺は柳川地域の中心地として発展していた。 柳川市の観光地である立花市庭園、旧豊島家住宅、柳川城、北原白州聖火などは当駅から離れており、川下り船、バスタクシーなどによるアクセスとなる。かつては駅前にあった柳川久し屋百貨店が、駅前商業の中核を成していたが、運営会社のことぶき屋が倒産したことにより、閉店した。現在では、跡地は、 柳川ショッピングモールとなり西鉄ストア、ツタヤ、西松屋などが出店しているが、商業集積が低下し、近隣都市の大型店との競争に苦しんでいた。しかしながら、西鉄柳川駅の強常化と合わせて、周辺整備事業が進められ、柳川駅東部都地区各整理地区内には、泉が運営する、オープンモール夢モール柳川店が2014年7月15日に、 開転した。柳川市、コミュニティバスは駅前には発着せず、柳川ショッピングモール内にある、柳川ショッピングセンターバス停が、駅もよりバス停。柳川駅という名称は他に、岡山電気軌動東山本線、清照京線の柳川停留場がある。また、以前は、国鉄佐賀線に、筑後柳川駅が存在していたが、路線とともに廃止された。 校内には、北原白州が作詞した、ゆりかごの歌、ペチカ、町ぼうけ、城ヶ島の雨などのオルゴールが流れる場合がある。ありがとうございます。